アラメさん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、AUPay400 万人突破、食べログ5%還元キャンペーンも延長に3太郎の日ということで、今回は僕の動画でも何度か登場している AUPay についてお伝えしていこうと思います。まあ、今回ですね、この AUPay がなんと登録者が400万人突破したということでした。まあ、サービスの開始が2019年の4月の9日からでしたので、まあ、約4ヶ月弱で400万人ということでしたので、これ素晴らしいですよね。 まあ現在 a u ペイ自体は AU のユーザーのみしか使えないということなんですけども、それだけでもこの数字を出すっていうのはちょっと興味深いですよね。まあそんな a u ペイなんですけども、現在開催中の食べログと a u ペイのキャンペーンが2019年の9月の30日まで期間の延長が発表されました。 まあこのキャンペーン自体は食べログ特集の掲載の対象店舗で、まあ、この aupay で決済をした場合、au オレットポイントを5%還元するというキャンペーンとなっています。まあ、これが増税前の9月30日まで延長ということでした。 ま、あとですね、本日は23日ということでしたので、まあ、英雄ペの三太郎の日でもあるんですが、まあ、せっかくなのでそちらについて解説もしたいと思います。まあ、英雄ペの魅力といえばこの三太郎の日と僕は思ってるんですけども、ここにも書いてある通りですね、 au のユーザーが得する日ということで、毎月3、13、13日の3月く日に開催中のキャンペーンとなっています。これは最大で20%の au ウォレットポイントをもらうことができるキャンペーンとなっていまして、まあ、ちょっと2種類ありまして、 au のスター会員の方は5%相当分ということで、まあ200円につき10ポイントがもらえます。そして au のスマートパスプレミアム会員の方が20%分の還元を受けることができます。まあこれはスマートパスプレミアムに関してはちょっと有料なんですけども、こちらの方は200円につき40ポイントもらうことができます。まあそれぞれ au ウォレットポイントが付与されて、まあ上限は5000ポイントまでとなっています。これ月に5000ポイントですね。まあなのでもしですね、まだ 本日日7月のののの23日に、まあ、お買いいいい物の予定があれば利用ししてみるのもでいいではないでしょうかちなみに以前動画でもさせていただいたんですけども、楽天が提供する楽天ペイの対象加盟店にて、aupay が使えるということになったので、まあこれはかなり aupay のユーザーの方からしたらかなり嬉しいですよね。まあここ最近結構楽天ペイが使えるお店も増えてきたので、まあこれから aupay のユーザーの方も本当増えてきそうですよね。まあ最後になんですか、先ほどもちょっとお伝えしたんですけども、まあ a u ペイに関して、まあ、今現在 aupay、ね、自体は au のユーザーの方のみしか使えないというのがちょっとやっぱりネックなと思います、まあ、多分どこかのタイミングでドコモの d 払いのように、まあ、誰でも使えるようになればちょっと嬉しいかなというふうにも思います まあ多分使うタイミングとしてもまあ先ほどのサンタロウの人がちょっと僕使ってみたいなというふうに思ったんですけどもまあそんなコーナーで今回は a u ペイが400万人突破して食べログの5%還元のキャンペーンも延長したということとあとサンタロウの日のキャンペーンについても解説をさせていただきました本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました